こんにちは皆さん、今日は銀行の ATM の使い方を紹介していきたいと思います。僕が使っているチェイスバンクというところからいきたいと思います。はい、こちらです。チェイスバンクです。こんな感じで青い色が光っててすぐ分かりやすいところにあります。大体そしてこちらがこんな感じです。日本と少し違いますよね。こんな感じになって、この光っているところに、自分のカードを挿していきます。ちなみに通帳はないですね。通帳という機能はないです。ですぐ抜きます。挿してすぐ抜いて画面が変わるのを待ちます。でこれ日本語出てくるんですよ。日本の銀行じゃないんですけど、ここでデフォルトイングリッシュってのがあって、最初に設定で日本語にしたいって言ったら日本語になるようになっていて、でここでパスワードを打っていきます。でエンター、オプションの選択ここにいっぱいありますね。でも日本語なので本当わかりやすいですよね。はい、こんな感じです。日本とほぼ同じですよね。では、今回お引き出しでいきたいと思います。でアメリカ2つ分かれてます。当座預金と貯金預金と分かれていて、貯金はもちろん名のごとく貯金なんですけど、当座というのはそのチェッキングアカウントっていって、普段使うあのカードからお金が引かれていくデビットタイプという、デビットクレジットカードという仕組みなので、こう分かれています。僕はもう少し時間が必要ですか。はい、はいはいはい、必要です。ピンを再入力、またか。そして、貯金からいきます。ん、当座貯金か、貯金でいいのかな。で金額を選択するか、20ドル単位に入力、20、40、60、80、20が単位なんですね。で100、200、300、400で1日の上限が500までなので5万円までしか引き下ろせません。そこも日本と多分違いますね。じゃあ一応、あでも単位でいこう、単位入れてみます。10ドルでいいや。12セント、12ドル、なんか中途半端だな。キャンセル、キャンセルしても、ああダメだ、いいキャンセルしないでください。また毎回このピンの確認があります。じゃあ10ドルだけ下ろします。1000円分です。1000円下ろします。引き出し20単位で入力してんと、10ドルダメなのかな。あダメなんだ、20か。皆さん20ドルからしか下ろせません。レシートお願いしたいです。さてどのようになってくるのでしょうか。お金がいっぱい出てきます。お、来たー。光るし音も鳴るから分かりやすいです。こちらアメリカの20ドル2000円札が出てきました。取引は完了しましたか。はい、レシートどこ。おー、レシートは上から。これはピロリンピロリンってならないんですね。普通に取れて、おっと、明細はちょっと見せられないです。まあそんなに入ってないんですけど、はい、そんな感じです。アメリカに来て、銀行口座を作ってお金を出してみたっていうシリーズでした。もし、銀行口座ってかカードの話を聞きたい方がいたら、ここら辺に動画アップしとくんで、過去の動画で結構みんなに見られてます。ここの方に動画アップしておくのでよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。